なってますね。多分これ今日わかんない、どれぐらいで終わるのかわかんない、そろそろ終わりそうだなって思ったのでちゃんと配信しないとと思って配信を始めて、そう多分期間がね決まってるよね、だそろそろ終わるかなと思って配信をしてみました。今日まで、あ、よかった。あ、ちょっと汚いですね、部屋着がちょっと汚くてすいませんね。ということで5月25日で24歳になりました。逆かな、24、こっちかな、24歳になりました。逆ですか、こっちですか、あっちこっちかな、んどっち、どっちですか、こっちですか、こっちこっちかな、あ、今が合ってる、これ、あ、はい、24歳になりました。イエーイ。ちょっとね、誕生日当日やりたかったんですけど、稽古終わった後にね、そう、誕生日から2日前ぐらいかなぐらいから、徐々に体調が悪くなっていきまして、そうね、体調がね悪くなるの久しぶり、久しぶりっていうか、あんまりめったに寝るがないのよ、体調を崩すこと、そうめったにないんですけど、まさかの、そう体調崩しまして、そうで配信したかったんだけど、次の日稽古もあるし休まないといけないし、そうとりあえず寝て、食べて寝た方が回復するんじゃないかなと思って、でなんかさ余計な心配をこうみんなにかけさせたくなかったっていうのもあるから、そう配信は一旦やめようと思って、すぐに寝て食べて寝て、はい回復、まだ別にいつも通りの元気いっぱいな体ではないんですけど、なんか自分的にはまだあんまりだなって思ってるんだけど、でも全然その誕生日の時よりは大丈夫です。そうだからね、本当なんか一番今までの人生で一番悲しい誕生日だったなって思ったので、今日はせっかくね誕生日ルームでギリギリ配信ができるということで、皆さんお祝いしてください、いっぱい24歳を、24歳をいっぱいお祝いしてください。今日はできる限りギリギリまで配信しようと思っているので、お祝いしてください。あミラボさん、イエーイ。あ、これディズニーであんま良くないのかな、わかんない24歳になった、うん、イエーイ。24歳、あんまり嬉しくないけど24歳になったの、年を取ったのは嬉しくないですけど、ありがとう。イエーイ。24歳、ちょっと今日 FC 岐阜のイベントっていうか終わったんですけど、お腹すいて、すいません、
楽屋でさもらったんだよ、もらったっていうか買っ、普通に屋台村で自腹で買ったのにもかかわらず、ステージイベントでも焼きそばいただいたので持って帰ってきた。で飛騨牛コロッケのプレミアムをお腹いっぱいで楽屋にいる時食べれなかったので持って帰ってきた。今日の夜ご飯はこれです。だから食べながら、やばい眠い今日ナイターだったからね、ちょっと帰ってくるのが遅かったんですけど、いつもいただいている戦国焼きそばさんの焼きそばです。屋台村行くときはいつもこちら、屋台村行くときっていうか FC 岐阜のイベント行くときはいつも食べてます。みんなで誕生日トークをしよう。ちょっと紅生姜あるか食べれないので避けます、すいません。ずっとお腹空いてた、紅生姜は避けますね。いただきます。甘い、うん、もう生誕祭もね決まったので今応募しているところかな。あんまり口に入れてるとこさ、うるさいないようにするね、なんか汚いから。あれ今日までなの？声出しの生誕祭よね、久しぶりだし、ちょっと誕生日感をね、私は誕生日当日にね感じられなかったので、ぜひ皆さんに24歳を盛大にお祝いしていただきたいですね。やっぱ誕生日って嬉しいじゃん、祝われたら。うん、盛大にお祝いしてほしい。なんか、なんかいただきました。やった、クマのなんかいただきました。なんかわかんないけど嬉しい。ありがとうございます。24歳の24歳のお誕生日プレゼントですね。季節限定のやつ、ありがとうございます。わっしょい案件、そうですね。ちょっと今日さ、あやめろがさ、なんかわっしょいしてよとか言うからさ、あんな SK のこと知らない人もいっぱいいる中でわっしょいしたのめっちゃ恥ずかしかったんだけど、ミニドンさんからタワーいただきました。季節限定のタワーいただきました。せーの、わっしょい。
わーしょい、わーしょい、わーしょい、ありがとうございます。24歳も頑張ります。わーしょい。これをあの差し入れとかねいただいた時に K2 はっていうかロッキーが始めたっていうか、静岡公演の時にね楽屋でやったのが K2 にも浸透しちゃったんですけど、それの始まりは私のインスタを開いたらハイライトに残ってるのでぜひ見てみてください。これは焼きそばです。みんながお誕生日おめでとうって言ってくれてるのに焼きそばをバカ食いしてってすいません。スタジアム衣装がスカートになったの、あれ衣装じゃないんですけど、今回のあのユニフォームはなんかデニムよりスカートの方が似合いそうだねと思って2人で相談してスカートを買って今回からそれにしました。なんかワッサンからこれな SKE って書いてあるタワー初めて見ました。 SKE って書いてあるタワーいただきました。せーの、わっしょい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 、ありがとうございます。初めて見ました。こんなテレビ塔ってことですか、わからないけど誕生日のお祝いありがとうございます。24歳のルカもよろしくお願いします。オリジナルタワーなんだ。
そう、年女です。うさぎ年なんで年女なんですよ。いいことあるかな。いいことあるといいね。今んとこまだね、いいとこないんですよ。誕生日にさ、体調不良になるっていう最悪なことしか未だ起きてないので、こっからですね。こっからいいことが起こるはず。うん、でもちょっと今日さ、カメ子写真撮ってくれた人のさ写真見たら、ちょっと太ってた自分が。顔に全部つくからさ、嫌だよね。僕あんま体型変わんないんだけどね。そう、変わんないからこそちょっと太るとねすぐわかる。ちょっと顔がパンパンだったんで、今日はマッサージして、明日は少しでもちょっと細く見えるように頑張る。って言ってるやつがこんな時間にさ焼きそば食べたらやばいよね。意識低いよね。おいしい方でもお腹空いてたんだよね。早く食べようかな。どこへ行った？みんなこれもぐもぐ配信じゃないから、誕生日配信だからね。忘れてると思うけど、チンしたよ配信始める前に。
今日プレミアム残ってたんで、あ、これちょっとあやめろが一口食べたところなんですけど、わっしょーいさんから、なんかこれ何も見えない、なんかわからないけど、タワーいただきました。わっしょーい、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 ありがとうございます。誕生日のお祝いありがとうございます。嬉しいです。ハッピーバースデー、これはハッピーバースデータワーなんだ。なんて書いてあるかちっちゃくてわかんないや。でもありがとうございます。それではやばいデブだ、いただきます。プレミアムずっと食べてみたかったもん。大牛コロッケ、まあ明日踊るしな、いいよね。うん、こぼしちゃった。うん、なんかマキコさんからお城いただきました。わっしょい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 、やったお城。うん、すごい、左右入りすぎててすごい、普段の飛騨牛コロッケよりひだ牛がいっぱい入ってる。すごいね、贅沢だよ。明日むくみそう、なんか。気をつけなきゃ。
明日から雨続きなの？苗気持ちが苗ちゃいますね。台風？もうそんな時期？やだな、梅雨。明日は公演です。稽古がなくなったので公演に出ます。絶対かもしれない。ビーカステラはね、持って帰ってきてないですね。食べたんだけど持って帰ってきてない。もちろん食べますよ。毎回食べますよ、ベビーカステラ。こんな時間によう食べた。美味しかった。
ってことで改めて24歳になりました。イエーイ。んえねえ、今日28だから5、6、7、8、3日遅れの配信になってしまいましたが、たくさん誕生日をお祝いしてくれてありがとうございます。24歳になっちゃう、どうしようって感じなんですけど、まあ年女なんでね、楽しく1年を過ごせたらなと思っております。ゲーム全然してないんですよ。本当に稽古から帰ってきてご飯食べて、でもう体がやっぱなんか疲れてんのかな、すぐ寝てでまた起きて稽古行ってっていう、だからゲームしたくて、まあ、時間には別に余裕はないけど、大して余裕ないわけではないんだけど、いやでもなんかご飯食べたらあーもう寝ようって思っちゃうくらい。そうゼルダやってないんですよ。だからゼルダゆっくり楽しみたいんですけどね。そうね、生誕祭終わるくらいまでちょっとタイミングっていうか余裕はなさそうだね。でもゲームやりたいんだよ。なんかさ、ツイッターでさ、めっちゃスプラのさなんか動画とか流れてくんの、それをさ見るとさやりたくなっちゃうんだよ。でもやれる時間がないんだよ。
誕生日配信だからさ、誕生日の時にね持ったこのサングラスをつけたいんだけど、こう映っちゃうよねこの画面たちが。ちょっと家の様子も映ってしまうのが嫌なんだよなこれ。画面映っちゃうし、その奥の家の様子もちょっと映るので、雰囲気だけね、雰囲気だけちょっと楽しんでもらえたらと。やっぱ家は映したくないので。これドンキに売ってたよ。あ、なるほど。レンズを外すってことね。え、頭いいじゃん。いやでもなんか壊れそうだなこれ。戻せないかも、外したら。それはそれで嫌だな。戻せなくなっちゃった。一つは外…これ戻せないのか。なんか割れそう。硬くて戻せなくなっちゃった。なんか引っかかって戻せなくなっちゃった。いやルカの握力っていうか腕力じゃ足りない。なんだ、握力か、握力。ルカ筋肉なさすぎるから、力なさすぎるから。まあ、ちょっと出てるだけだからいいんだけど。え、でももし今後さ使うってなったらサングラスねあった方がイケイケじゃん、イケてんじゃん。かたい。戻らん。まあ、いっか。いつか使うときに。あ、戻った。あ、違うか。あ、別のとこは。どうしちゃった。別のとこを。今やっちゃったのか。もう触んないでおこうかな。ちょっと硬いからやめますわこれ以上。でも雰囲気だけね
ハッピーバースデーだよって。 It's my birthday。 誕生日だよって。ほんとちょっと24歳になった実感がないんですけど、実感なさすぎて、この誕生日配信もね変な感じなんですけど、実感ない。でもどんどん早くなるのかなって思うとちょっと怖いよね。やっぱ一日一日を大切にしないと。ケーキも、ケーキすらもう食べてないんですよ、誕生日に。もう本当に自分の中で体調がまあ悪くて、もうさらっとご飯食べたらすぐもうバタンって、もう寝ようって。で朝起きて、朝起きてももう最小限の行動しかしたくないから、しギリギリまで動けないから、もうそんなハッピーバースデーっていう気分じゃなかったです本当に。今までで一番悲しい誕生日でした。今はね全然元気だけど、いつも通りの元気さはまだ戻ってきてないですね。なんか体はまだちょっとあんまり本調子ではないんですけど、ここからではもう回復しつつあるので多分大丈夫。もうここから落ちることはない。 体力じゃない、体調を崩すことはないと思います。誕生日プレゼントはまだもらってないですね、誰からも。まあ会ってないしね、メンバーとかに。まあ LINE でね、 LINE ギフトとかはもらってますけど、ちなみに誕生日プレゼント何が欲しい？タワータワー。今日は誕生日配信ですからね、これでしょこれしかないでしょ。
わ。最近なんか LINE じゃない通知 iPhone の通知のさライトをつくように設定したんだけどさ、もうやめたいんだけど、この設定どうやってさ、友達に設定してもらったからちょっとやり方わかんないんだけど、どうやって通知が光らずに来るんだろう。どうやって友達はこの設定にしたんだ。まあ調べろよって話だよね。 iPhone 通知光るアクセシビリティ、アクセシビリティの オーディオ、ビジュアル、これね、 LED フラッシュ通知を消せばいいんだ。ナイス、これで光らなくなった。もう終わりの時間が近づいてきている。スラジー、スラジー、スラジーからタワーいただきました。せーの、わっしょい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 、ありがとうございます。24歳も素敵な一年にできるように頑張ります。ありがとう、すがじい、ありがとうございます。明日も頑張れます。素敵な誕生日プレゼントをありがとう。わっしょい案件ですね。23時43分か。ギリギリまでやりたいけど、でもギリギリまでいけるか、睡魔が。おお、生誕くじ、生誕くじそう始まってるので、皆さんいっぱい回してくださいね。生誕くじ、どこだっけ、今年の生誕くじは
まずね、 A 賞がお手紙です。結構いろんなメンバーがねお手紙書いてるんですけど、なんか素敵だなって思ったので、ルカ今までやっぱ SKE10 年やってて、いっぱいいろんな人からお手紙もらってるんだけど、そう、お手紙みんなに書いたことないなって思ったので、当たってる人いる、残り2本になってる、誰か当たってる。そうだから、まあ今までのお礼も含めて、今までの感謝の気持ちとかこれからの気持ちとかもちゃんと書けたらいいなと思って直筆のお手紙にしました。で、 B 賞が生誕祭当日の Vlog。 これはなんかまあ密着みたいな、朝から夜まで生誕祭の1日をまあ裏側みたいな感じですね、それを映像にしたものって感じ。生誕祭の終わった後のねコメントとかよくまあ公式の方で載るけど、朝からね夜までは一日中はなかなかみんな知れないと思うので、自分で撮って自分で撮影しながら、はい、一日を回そうと思ってます。 C 賞はオリジナルポーチ。これはまあ使いやすいやつですね。自分が使ってていいなって思ったものをそう作る感じです。 D 賞はロングヘアのアクリルキーホルダー。そう、6期の時のロングにした時の日の、あの日ではないんだけど、あの時のロングヘア、だからツインテールのアクキーがゲットできるよってやつです。もう1週間でねロングヘアやめちゃったので、エクステ取っちゃったんで、そうロングのねロングヘアのグッズっていうのがないなと思ったので、みんなにロングのなんかグッズをゲットしてほしいなって、持っててほしいなって思ったからこれにしました。ロングヘアだから超レアですよ。本当公式では売ってない。これまあ別にこれも公式なんだけど、普通にグッズとしてはね売ってないので、ここでしかゲットできません。そしてオリジナルステッカーはまあステッカーです可愛いステッカーにしようと思ってます。去年はコナンをイメージしたステッカーになってたんですけど、今回は可愛い感じでやろうかなと思ってます。で、壁紙は生誕 T シャツで撮ったどこにも載せてないここだけの写真です。こんな感じですかね、今回の生誕くじは。なので皆さん全部当ててください。ステッカーは3種類かな、ランダム3種で、ロングヘアのアクキーも2種類あるのでランダムで、だからいっぱい皆さん当ててください。もう何が当たっても大当たりなんですけど、やっぱりルカはロングヘアのアクキーとお手紙はやっぱり当ててほしいかなって。お、目玉ですね、今回の目玉商品となっております。なので皆さん、もうこの配信を見ながらでもいいので生誕くじいっぱい頑
頑張って当ててください。50分になっちゃったね。うん、マカさん、パワーいただきました。マカさんからありがとうございます。マカさんからパワーいただきました。わっしょい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 、ありがとうございます。いい誕生日になりそうです。誕生日になりそうですというか誕生日終わったんですけど素敵な24歳を過ごせそうです。ありがとうございます。こぼしたあれが、こぼしちゃったんだな、さっき。せっかくなのでスクショタイムしようかな。誕生日ルームなんでね、今日は今日で終わっちゃうので、この誕生日ルームがスクショタイムをしようと思います。うん、ラズルさんからタワーいただきました。ラズルさんに感謝の気持ちを込めて、それではいきます。わっしょい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 。ラズルさんありがとうございます。年女頑張ります。わっしょいの元ネタをね、知りたい人は私のインスタのハイライトから、見てくださいじゃあスクショタイムしようかな。あとちょっとでね切られちゃうしね。じゃあみんな好きなように撮ってください。今日は誕生日ですからね。24歳、24、取れてる？4ってやりづらいな。取れてますか？
取れた？まだやる？取れた？みんな取れたかな？いいのが取れました。よかったです。明日は公園です。ちょっと久しぶりになるのかな、覚えてないや。そう、ちょっと久しぶりだけど、雪の生誕がなくなっちゃったからね、通常公演なんですけど、皆さんぜひ見てください。そして、6月1日から4日は、舞台赤星がね、ありますので、そちらもどうぞよろしくお願いします。そう、あとちょっとなの、実感ないんですけど、まあ本番までにできることをやって本番に挑みたいと思います。あとは生誕祭ですかね。6月6日に生誕祭が決まったので、久しぶりのね、声出しのみんなの声が聞ける生誕祭は、それこそほんと3年ぶりとかかなになるので、みんなからのね、ルカちゃんコールがいっぱい聞けるのがすごく楽しみなので、みんな当ててね。そしていっぱいお祝いしてね。悲しい誕生日だったから、今年体調不良で。ということで、急な配信だったのにもかかわらず、皆さん見てくれてありがとうございました。そしてね、誕生日をお祝いしてくれて、そう、ちょっと当日に配信できなかったのは申し訳ないんですけど、本当にこうやって配信でね、遅れても3日遅れの配信だったのにもかかわらず、お祝いしてくれて本当にありがとうございます。24歳の抱負はね、生誕祭で直接自分の言葉でね語ろうと思うので、ここではあんまり言いませんけど、でもとにかく自分らしく楽しんでいこうかなと思っていますので、24歳の私もどうぞよろしくお願いします。ということで、配信また気が向いたらやります。見てくれてありがとうございました。おやすみなさい。ありがとう。おやすみなさーい。おやすみー。バイバーイ。